地球健くん、こんにちは。はい、この先は実験で使う資料を保管している冷凍室がありますよ。ここは普段研究者以外には入れない場所だから、今日だけ特別に入れてあげるよ。冷凍室は研究に必要な資料を保管する場所で、世界各地から集められた資料を20度、5度、マイナス30度の部屋に分けて保管してるよ。いや、美味しい、食べ物は入ってないよ。では、急に冷たい部屋に入ると体がびっくりしちゃうから、まずは5度部屋で履いてみようか。どうぞ。じゃあどうぞ。真冬の京都の気温ぐらいなんですけど、平気？ここでは水や土壌資料など涼しい場所で保管する資料が置いてあるよ。じゃあたくさん手伝ってもらわないとね。ここはマイナス10度部屋ですよ。かなり寒いですよ。凍るかもね。まあすぐきは冬の野菜だから大丈夫でしょう。この部屋は見てる通りに作業する場所だから資料は保管されてないよ。じゃあここで面白いものを見せてあげますから、一瞬ですのでよく見てくださいね。これは加冷却という現象です。この部屋はマイナス10度ですので、この水もマイナス10度ぐらいになっているはずです。で、静かにあるので凍らずに水の状態なんですけど、ちょっとした衝撃を与えることでこの通りに一瞬で凍ってしまいます。最後にマイナス30度部屋に入りますよ。この部屋では南極の氷資料が魚飼料など凍らせて長く保管するものが入ってますよ。なんでマイナス30度かっていうと、南極点の夏の平均気温がマイナス30度ぐらいなので、それに合わせているよ。この部屋に入るためには防寒着が必要です。で、地球健くんはいらないんだよね。はい、どうぞ。はい、これで。あれ？この部屋がどんなに寒いか見せてあげるよ。濡らしたタオルをこんなに回すとすぐ凍るんですよね。凍りました。はい、またオープンハウスを地球圏でできるようになったら体験しに来てね。